福田光雄監督、紳士役で最後まで進めるには難しいなと思ってしまった、に対するみんなの反応をまとめてみた。確かに思い返せば、当時は僕も含め、制作側も演者も、全員が心に余裕がない状態でキャラクターを動かしていた感じがします。シン、アスカってこうじゃないよなと僕は言い続けていたんですが、あの時は第1話の家族が死んだところからスタートし、すぐオーブのちょっとポンコツな姫が来てブチ切れちゃうという流れに引っ張られて、怒りの部分が強くなりすぎちゃったんですよね。いつの間にか、それが彼のアイデンティティにもなってしまっていて、キラはどっちかというとぼーっとした子なんですが、本来のシンは人懐っこくて優しい子なんです。それがちょっと時間を置いたことによって表現しやすくなったのかなと思っていますね。正直に言ってしまうと、デスティニーの最初の段階で、シンを主役で最後まで物語を進めるには難しいなと思ってしまったんですよね。なので両沢は、早々にアスランに物語の軸を切り替えていましたし、僕は僕でキラに軸を切り替えていた。本来はああいう感じの子なんですよ。カッとなった時は昔のあの怒りに満ちた瞳でぶつかってくるんですが、要は爆発力が純粋だっていうことなんです。それが今回のシンはよく描けたかなと思っていて、まあ当初の人物設定に近い形で今回はもう一度やり直したということです。脚本はアスラン主人公で作ってて監督はキラ主人公で作ってて、なんというかその、脚本と監督で主人公が違うのもどうなん。それを話し合う時間すらなかった文句ならサンライズに言おう。オーブのちょっとポンコツな姫、日の玉ストレートすぎるだろ。ちょっとポンコツな姫がいい感じに成長してジュランダルと戦えるようになる、これだ。あかん、どうやってそこまで成長させればいいかわからん。というのもあったらしいからな。カガとシンは筆が乗りすぎてたから劇場版で生き生きしてるところ見られて嬉しかった。ぶっちゃけたね、初期はマジでそうだし、なんなら劇場版来るまで結構アレな扱いだったぞ。当時のカガリはまあしゃあなし、とにかく経験も何もかんも少ない状態で政治的に議長の相手は荷が重すぎる。言っちゃ悪いが、両蘭個人の出現をお前らザフとは全く変わってないのかと切れ出すのは中立国の代表がしちゃいけないムーブである。直前までミネルヴァのみんながユニウスセブン落下に落ち込んでたの見てたのに、両蘭の出現に対しても誰も同調してないどころか真やるな否定的な反応だったし、だいぶ前にも聞いた気がするな、シンのキャラが想定外に怒りで固定されてしまったっていうの。まあ序盤からアスランが主人公だったよなってのは割とみんな感じてたよ。そこ理解されていたらもっと話は違った18年。なんだかんだで脚本も現場も時間が足りんかったのが全ての根っこよね。自由で成仏はできたけど、それはそれとして運命のストーリーラインが褒められないのはマジでそうだし。4クールのアニメの続編を準備期間1年くらいでまた4クールやれは狂気すぎて今の時代じゃ考えられへんな。種と種運命の間にスペーディが挟まってるから実質1年もなさそうなんだよね。運命の制作期間、そのスペーディも最後の3作目8畳派で流されてないからマジで時間足りてなさすぎる。今思うと努力アニメって割とアレな評価なの多いよな。そのせいなのか、種運命以降のサンライズ組は分割にクールだしな。レイしかりギアスしかり。鬼滅とか正直何年かけてんのってビビる。超ビッグコンテンツだからまあ。実際あれだかハイクオリティで世に出るんだからファンが羨ましいぜ。両沢と監督でも軸がずれてたからああなったんだな。キラに主役交代って叩かれ続けたけど、キラはキラで出番普通に少なくてキラ側の動き分かりづらいからキラが主役ってのも。ってなる。キラもキラで出てこないし、物言いが婉曲的で分かりにくいし、これは両沢脚本の特徴っぽいがよく分からんけど、変に落ち着いた雰囲気になってて悟りを開いたみたいに言われてたんだよね。明らかに話の軸を奪ってしまってるのに、当の本人が何考えてる人なのか見えてこなくて主役が行方不明だった。映画のパンフでデスティニーのキラはちょっと壊れてただから戦えたっていう言及があったのと、自由で無印の頃のテンションに戻ってたことで俺もようやくなんとか腑に落ちたよ。VGWX のエアリーガンダムも制作崩壊してたけど、やっぱ2年に1回ガンダムも無茶だよな。ストーリーの軸は終始アスランとシンだったと思う。思想的な対立軸がないんだよね。キラ VS アスランにもキラ VS シンにも。シンはそれこそかがりだったんだろうけど。準備期間がクソない中でどうしろというのかね。発揮なんか出せないプロの仕事なんだぞ。富野みたいな曲芸は誰にでもできるわけじゃないんだぞ。当時は僕も含め、制作側も演者も、全員が心に余裕がない状態でキャラクターを動かしていた感じがします。そんな状態で何が作れるんだよ。いや作るしかないお仕事なんだろうけどさ。時代もあるんだろうけどさ。シンを仇役にするにしてももっと見せ方あったのにとは昔から言われてた。劇場版が成功した今ならみそぎとリベンジするチャンスだぜ監督。無理だろ、運命ありきの自由になってるし、両沢さんもおらんし、今じゃあどこ変えていくってなったら細かいところくらいで一本作るほどでもないし。もうだけんでないシンとか見る気起きないよ。俺はある、お前はない。それだけの話なのだ。作り直しは難しくても自由軸をならワンチャン新メインの話作れるんでないかな、とは思うみたいよな。成り行きとはいえ一応主人公なんだしさ。キララクアスカガと違ってなんか一人だけクソ強い戦闘員で終わったから、改めて短編でもいいから欲しいよな。
まあバンダイやサンライズもガンダムってどでかい IP が生きるか死ぬかな時代だったから必死だったんだろうが。というかガンダム X や富野純正のがあまりヒットしなかったからガンダムももうダメかなーって思ってた時に種の大ヒットだからおっしゃ、間髪入れずに続編作るぞ、となる気持ちもわからなくもない。ただ無茶ぶりが過ぎる。まあバンダイはさらにナムコとの合併控えてたから少年情的なのもあったのかもしれないが、運命放映終盤にナムコとの持ち株会社設立して翌年の3月に完全に合併してる。ジージェネやレンジが受けててコンテンツとしてまだ死んでない。ってバンダイは思ってただろうし、サンライズも今みたいな多角的な作品展開してない時期で勇者系イルドラン系その他非ガンダム系リアルロボが玉切れでシャウンかかってたし。時間かけて主人公として練られたシン、アスカの運命みたいな描写はしなくなられたからもう無理なんだけどさ。というかインタでちゃんと反省してるところがいいよ。ひどいと開き直るか黙殺だもん。ちゃんと問題点を理解してちゃんと答えてる時点で立派だよな。劇場版で見たかったもの見せてくれたし世の中には問題点もまともに理解してないずれた感性の制作者もいるし。監督さんがツイッターの頃からちゃんと人間的にも成長を感じられるのは良かったか。当時は OP が途中からキラメインになったから主人公に変わったのかと思ったがそこら辺も話し合う時間もないままのストーリー展開になってしまったのだろうか。財団 B 種の続編作ってねえ。制作人マジかよ。キラ生かしてムーさんの精子もぼかして。よしこれでいい。さてキラの新しい物語を、財団 B キラじゃない新キャラ主役にしてねー、制作陣 A。じゃあオーブ防衛戦の時に家族を失った少年を、財団 B やトザクみたいな売れる期待出してねー、制作陣知るか。そのままザク出してやる。財団 B それと準備期間1年もないからねー、制作陣ザケンナゴルア。これマジ。こうなってもおかしくないクソっぷりで草も生えねー。追加で財団 B やっとキラも出してね、新しいモビルスーツもね。制作人この、バカ野郎。設定、新主人公脚本、アスラン軸に。監督、キラ軸にまあ、なんというか。作画監督や作画スタッフさんたちはあくまで真を主人公として描いたと言ってるのでまあ見事にバラバラなのだ。すり合わせする時間もなかったというか。最初からアスラン主人公でその苦悩を主軸にして真はかつての自分のようで気にかけてる後輩として描いていれば少しは評価も変わったんだろうか。インパルスの上下フライヤーのあれとかは監督やっぱ少し錯乱してたんじゃねえかな。でもスパロボさんではちゃんと主役できてますよね。やはり時間か。片方いろいろ犠牲にしたからなスパロボでも。その辺をいろいろ浄化してスパロボに沿うように、シンが主役として成り立ちキラ、アスランもしっかり自立させたのがスパロボ L だから。本気で福田監督って種シリーズにずっと向き合い続けてきたんだよな。スペシャルサンクスで名前あったのスパロボ側からの提案に乗ってやり直したのかなーって気がする。 L はすごく収まり良かったし。初参戦のスクコマニがとりあえずキラ側次の第1 Z で主人公選択が新側、キラ側選択兼ねる方式になったりと、運命のシナリオの扱いに苦労してた感はある上にも上がってるけど L でスパロボとしての種運命はやっと完成したんだろう。当時、そんなアニメ誌とか読まないし、ネットもあんまりやらないから、テレビつけてたら種運命が始まった時びっくりした。直接の続編、もう、って。種子は真の扱いが荒れすぎただけでやりたいことはリマスター版とか踏まえたらわかるんだよ。扱いが荒れすぎただけで。ただテレビシリーズで嫌気がさした人とかはそこを前に脱落してるのよね。割と映画で初めて浄化された人も多いと思う。真が主人公から降板するのわからなくはないが終盤の議長とキラの会話のシーンに全然関わってないのはマジでもったいないと思う。あの場面に真がいたならレイが議長を撃つシーンにももうちょっと説得力が出そうなのに。そこら辺はスパロボ Z でシンが駆けつけて呼びかけたのがいいよね。いろいろとアレなところはあるが、種運命とかビルドファイターズトライとか人気だからって準備期間短くお出しされた続編はなんていうかやっぱりクオリティに反映されるんだなと。 RERISE の例だってあるから短いからダメとも言い切れないのが難しいところだ。今風の言葉を使って言うとめちゃくちゃライブ感で作ってんな。そんなんでいいんだ。いいというかそうならざるを得なかったというか。種運命は物語を動かす人間としての主人公ってのができなかった気はする。正直アスランも主人公というよりはカメラ役というか群像劇としてそれぞれの人間の状況を俯瞰してみるとこじれていく関係とかそれなりに面白くはあるんだがエンタメとしてはうんってなるのもわかる。割とマジでアスランはカメラの役割だったんだと思うよ。両沢さんもキラとシンの二つの軸の真ん中にいるのがアスランって言ってたし、監督も似たようなこと言ってるから正反対の立ち位置なんだけど願うものが同じな二人の主人公を両方見てるカメラであり、二人を見てたからこそ最後にその二人を繋ぐことのできる三人目の主人公みたいな。例によってソースないんだけど、種子中期頃のインタビューで両沢さんがシンがわからないって答えたような話を当時聞いたのだが、このインタビュー読むとそりゃわからんわな。お二人とも作品作りながらなんでこの子本当は人懐っこい純粋な子なのにこんなにキレ散らかす子になっちゃったんだろう、って思ってたってことじゃないか。
アスランはストーリーの軸にいたけど戦闘面ではほんといいとこなかったからな。最後にシンのことボロカスにした時やっぱアスランって強かったよなって思い出したもん。運命が手放しに褒められる作品ではないのは引き続きそうなのよ。ただ脚本のゴリ押しがーとカムーは脚本の友達が殺すなって言ったからーとかでも流すな。ポンコツ姫のナチュラルかが利害性者として映画レベルに成長して再度議長と対峙してデスティニープラン否定するってのはラクスが否定するよりは物語としてかなり綺麗にまとまるとは思うんで正直見たかったよ。当時は子供だったから気にしてなかったけどスケジュールやべえよ。タネジユーのシンは成長したわけじゃないって中の人も言ってたし新主役でもう一本行こう。言うてジユー以降のシンって隊長、ルナー、アスラン、みたいな感じでなんかこう、ドラマ性ってなるイメージがあるもろもろ復帰って一つの完成したキャラになってないか。種運命はさらに中盤から陽沢さんの体調が悪化したことも付け加えるんだぞ。漫画版はいいみたいだからアニメも素材は良かったのかなと最近になって冷静な感想を持ててきた。アニメは誰が主人公かわからないような書き方がまずかったのかなと思う。むしろ映画が良かった分種氏のあそこが改善されてたらとかそういうことを浮かぶ自分はダメなファンだ。シンみたいな扱いにするならせめてライバルポジにすれば良かったのに。それでも荒れただろうが、それでも主人公があの扱いよりは納得する人増えただろうし、家族を失った経験やステラを守れなかった経験から戦争がない世界を目指して議長に傾倒、最終的にアスランに止められるって流れそのものはまあ書き方としてはありだとは思う。ただ増長の描写とかで暴走して成長できず終わるって感じになっちゃったのはもったいないと感じた。いやでも見たいよな新個人の話。